ステーキ、ステーキ、ステーキ、食べるぞー。ワイルドですね。ステーキやね。スギちゃんさん以来のワイルドな、ワイルド芸人なんじゃない？だぜ。だろうじゃないんだ。だぜっていうね。今回ですね、はい、あの津田沼パルコさんにお邪魔して、はい、せっかくの津田沼ということで、うん、孤独のグルメにも出て、そして小松 D が食べたかったけど前にいっぱいでもう満席 で、うん、でその後も予約でいっぱいで食べられなかったという、今回テキサスさん、ここにですね、うん、ステーキを食べに来ました。で私もその話を聞いてからちょっと検索しまして、うんうん、私多分あの孤独のグルメで見てたわ。あ、見てた。そう、ね、美味しそうということでこれ食べたいっていうので、うん、来させていただきました。スケジュールで言いますと、うん、朝ラーさせていただきまして、そう、でその後に津田沼パルコさん行かせていただいて、うん、はい、で今の時刻がですね、うん、3時15分、うん、お腹の具合はいかがですか？今、十分目です。パンパンじゃない今ラーメンがもうびっしりもういてくれてるから、うん、ちょっとステーキが、あー今余地はないけども、うんうん、でも食べたいは食べたい。いや見て香り変えたら、うん、ちょっとこう動くと思うし、そうだね、吐くと思うよ、うん、私なんかも全然いただけ る仕上がってますね、お店のそのどういうステーキなのかも、はい、いや楽しみよ、見たいよね。やば、うわ美味しそう、美味しそうすぎ。こんにちは、よろしくお願いします。お邪魔します。いや、ありがとうございます。お願いします。あ、はい、すみません、ありがとうございます。五郎さんが座ってます。そうです。あ、ここに五郎さんが座ったんですね。はい。うわ、孤独のグルメの五郎さんが。いいね、お店の雰囲気。いや、最高。うわー、リブね。うわー、ハラミ。あ、ハラミステーキもいいね。もうメニュー開いた途端に美味しそうです。ガーリックライスやハラミやフィレやいろいろありますね。五郎さんが食べたのは何ですか？リブステーキの300g。 おー、いや五郎さんってめちゃくちゃ食べますもんね。そうです、すごい、ね、最初予定では240で撮影するって言ってたんですけど、はい、目で見て300食べる、うん、あ、その場で、ファンとしてめちゃくちゃ嬉しい裏話本当は、うん、しかもさ減らしたんじゃなくて増やしたっていうのがなんかね、五郎さんらしい、ね、あとガーリックライスとかサイズ、ガーリックライスハーフサイズですね。ハーフサイズ200g。 え、ハーフって言って結局1人前ってことですか？そうです。すごいな、うん、五郎さん、うん、ねえ、めちゃくちゃ食べてるね。うん、じゃあやっぱりリブステーキにしよう。私はリブステーキの 180g で、はい、ライスでお願いします。はい、はい、焼き加減聞いてもいいでしょう。あ、ミディアムレアでお願いします。はい、あ、 B セットにしよう。3つ選んで、はい、ポタージュカップスープと、アイスティーと、アイスティーとライス、はい、ライスでお願いします。食べられる？いや、食べるよヒレステーキの 170g と、もうちょっとね、フロート気になるね。フロート、コーヒーフロートで、なんかドリンクとかも安いですね。ね、コーヒーフロートとしますと酒持ってします。先でお願いします。先でいいんだコーヒーフロート先来てステーキ、うん、一緒に食べたい一緒に。焼き加減は、あ、じゃあミディアム、ミディアム、はい、ごめんなさい、ありがとうございます。デザートあ、本当ですね
はい、ステーキに使う薬味とステーキソースを先に置かせてもらいます、はいはいはい、マスタードとニンニク、これがステーキソースを作った時の中の具なんですよ、なのでステーキソースと相性いいので、味足りなかったんですけど、ありがとうございます。ちなみに企業秘密って感じですか？そうですね。え、何年ぐらいこちらでやられてるんですか？お店自体はもう多分50年ぐらい、おー、当時やってるんで、その当時の収入がもういない。あ、そうなんですね。あ、へえ。おお、どうですか？おいしい。はるかさん今お腹10割って言ってたじゃん、それで今締めてますよ。いや、そうなんですよ。はるかなりのその動かし方があるのかなと思って私は見守ってるんですけど、逆にでもこう甘いのも入れてるので、ちょっとステーキ食べたいっていうしょっぱみが気持ちになってきた。塩味が欲しくなる。うん、あー、ありがとうございます。美味しそう。はい、こういうのがさ、本当に美味しいじゃん。いいよね。いい。コーンフレークなんだ。上。コーンフレークなんですね。うわー。クルトンね。ね。はい。いただきます。安心する味。美味しいわ。うん。いや、これだけでもちろん美味しいけどさ、なんかいよいよステーキが来ますよっていう、こう胃にお知らせしてあげるっていうか、確かにね、前説みたいな。そうそうそう、盛り上げて。うん、マジでちょっとなんか映画っぽい感じなんだよ。ここのステーキもいたら、いや、本当今にもなんか歌い出しそうみたい。サンボマスターじゃねえか。まずヒレステーキ。うわ、失礼します。キャー、おいしそう。ケチンバターとかでステーキソースかけてあげて。うわー、うわ、やば、超おいしそう。超いい香りする。いい音。このステーキが取るんだから、ステーキを取らないで。いや、マジ、マジ、お待たせしました。こちらがリブステーキです。マイクのやつ、失礼します。ありがとうございます。キャー、こちらも同じくバターとかして、適当にかけてあげてください。ありがとうございます。キャー。この音。いい音。ちょっとこっち向けましょうか。これはちょっとやばいな。もう、いいね。これは半袖にならないと。そしてここにもちょっとやらせてもらう。ちょっと、うわ、柔らか。ほら。うわ、絶対に、おいしい！絶対に、おいしい！興奮が止まらない。なんかすごい人格が出てきた。全然孤独じゃないです。そうなんですよ。心の中で、よく五郎さん心の中でとどめといたよね。ちょっといただきます。うまい。うわ、柔らかい。うまい。うまい。これね、うわ、これはちょっと、五郎さんが、あの、もっと大きいのにした理由がわかるわ。あの、こんな大きいけど、結構あっさりしてんのよ。いただきます。肉、うん、あ、美味しいお肉、ね、うん、あ、ちょ
ちょっと待ってください。ガーリックライスの締め。ここで作ってくれるんですか。え、まあここで混ぜちゃうんですよ。やば。それ取らない。ニンニク入れてもいいですか。うん、いいですか。全部入れちゃって。大丈夫。うわー、やば。うん、うまっ、うまい、うまい、めっちゃステーキに合うように、うん、作られて、あ、おいしい、全くくどくないの、ステーキとこれは食べるべき、うん、うん、うまい、ステーキと。うまっ、絶対そう、うまっありがとうございます。え、お店が出たのは何年ですか。何年だっけ。結構、あ、全然コロナ禍前というか、うん、正月か、すごいな。あ、めっちゃこういう番組にとってのゴールデンの時間じゃないですか。みんながね、食べたくなる。ああ、すごっ確かに、へえ、あ、五郎さんと同じメニューを、うわー、ひたすらそれを出して。ああ、そうか、ご新規の方はもう大体その五郎さんメニューを。僕のグルメ出たいよな。小松さん、ディレクターで。わかるって。作りたい。ああ、撮りたい側ですね。楽しいでしょ、うん、1年かけてめっちゃ飯屋に行って、うん、選んでるらしいんで、 あ、なるほど、このお店っていう、あれ漫画じゃないの。漫画、漫画、漫画は3、4巻で終わってるんですよ、うん、あ、そうなんですか。そうなんですか。お亡くなりになってるんですよ、ね、あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあ新しく、そうそうそう、おー、うん、240は行けました、ね、いや、全然行けましたね、まあ、確か300行けたお腹減ってたら300、いや、全然行けただからみんな次来るときはちょっと増やすんじゃないですか。あ、今朝な、そういうことですねいや、だから私だったらリブステーキプラス違う部位のお肉をっていう風にもしたいな。永遠にこういうメニューも見てられるんだよね、永遠に。だから私が死んで、うん、棺には私が好きだったお店のメニューとか入れてほしいもん向こうでも見たいからさ、向こうで見んの今4時じゃないですか。ハルさん今日だったら食べるんですか。食べますね私今これはお昼と捉えてるんですよ。ラーメンしか食べてない。そう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 、で絶対にお腹空くから、この後は何時頃？
8時ぐらいかな。あ、結構早い。嘘。全然6時とかでも早っ。2時間後、うん、え、はるかだったらもう今日はフィニッシュ、うん、あ、でもね、まだ夜だったら私朝まで起きてるからもうちょっと食べるかな。で、その結構さ、うん、何年ぐらい昼夜逆転生活？何年っていうかもう生まれてから生まれつき日本と時差ボケってことね。そうそう。え、今日何、今日だって何時に寝て何時に起きた？今日はちょっと早めの集合だったから、起きたのは6時半ぐらい。6時半に起きるでしょ、うん、その前は何時に寝て、まあ、3時ぐらいになっちゃったかな。3時間半でしょ、うん、で今こう夕方になって、うん、え、何時まで起きてるつもり？今日は、あ、でも明日あるから、うん、みんな明日あるのよ、うん、みんなに明日はあるの。明日が、まあ、うん、お仕事で、まあ、ちょっと早めに、うん、4時には寝ようかな。早めで4時、うん、食べる。眠くなったらちょっと仮眠して。仮眠じゃなくてもそこでがっつり寝ろよ。いや、そこであんま寝たくないんだよね。なんでよ。そうですよね、気になりますよね。何をしてるんですか？もう何してるっていうほどのことは知らないんです。寝ろよじゃあ。でも寝たくないんだよね。なんで寝たくないんだよ。寝たいんですよ。何時間何してもいいみたいな、もう天国みたいな時間じゃない？夜中にそうしてることが楽しいんだ、うんうん、ね、ちょっと背徳感、うん、な、やっとその私の時間が。子育てしてるの？なんか育ててる人の言うことだよね。あ、やっと私の時間だわって。でもなんかそういう感覚が、ね、そうなんだ。それが夜行性っていうやつかもしれない。昼間はまあ仕事とかもあるし、うん、諦めた。本当ですよね。ごちそうさまでした。ありがとうございます。全部いただけた。お、惜しかったです。10割だったのが、うん、全部いって、そう、ボーラフト、コーヒーフロートも、コーヒーフロート正解だったわ。あ、何がって思ってる。今度本当にお腹、だってお腹ペコペコでまた伺いたいです、うん、食べたいものいっぱいあるもん。棺に入れること決定です。ありがとうございました。ごちそうさまでした。美味しかったです。